皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、毎回好評をいただいております、 GU ユニクロザラで同じ予算でコーディネートを組んでみた企画でございます。今回はもうね、だんだん寒くなってきまして、冬コーデを組んでいきました。冬コーデってやっぱりアウターがねお高いので、ぶっちゃけちょっとどうしようかなって悩んでいたんですけれども、でもすごく好評だし、私もやっててすごく楽しいので、今回もやっちゃおうということで、それぞれのブランドで冬コーデ組んでいきました。で、今回の予算がなんと2万円でございます。2万円でコーデ組めるのっていうね。今回はね、ちょっともうすでに買ってあるんですが、不安だったんですけど、なんとか頑張って可愛いものを見つけ出して冬コーデ組んでいきました。まあ、いつもね、毎回ユニクロと GU は手頃な価格が多いので、いつも全然ね、こう予算余裕やんっていう感じなんですけど、やっぱりザラがね、どうしても価格が上がっちゃうということで、そこに合わせると予算2万円になるんですが、今回はね、 GU とかも本当に2万円もいらないやんっていう、そこもぜひ注目していただけたら嬉しいです。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあ早速購入品から紹介して、その後にコーディネートを紹介したいと思います。ではまず前回同様、じゃじゃん、こちらの GU さんから紹介していきたいと思います。今回ね、 GU の商品見た時にもう即決めでした。はい、これ可愛い絶対と思って即決まったアイテムがあります。まず一つ目がでーん、こちらでございます。フーディーをゲットいたしました。これめっちゃ可愛いんですよ。そのさっき言ってたね、もうこれやんっていうお洋服がこれなんですけど、この赤紫ボルド、ワインレッドみたいなカラーになっていまして、超こなれてると思って、最近私本当にね、髪の毛もねこの通り赤色なんですけど、赤系のカラーに目がなくて、気づいたらね、もう赤色のものバッグ買ってるんですけど、このカラーも超可愛くて、こういうカラーのセットアップすごいずっと欲しくって、前にあの自分のブランドでもね作ったセットアップもあるんですけど、それとはまたちょっと色味が変わってて、これはメンズ用なのかな。私は今回この XL を買ってます。一番でかいやつかな。本当にもうゆるっと着たかったので、そうだ、今回も海外風のコーデをそれぞれのブランドで組んでいったんですけど、やっぱり海外ガールの中ではこういったスウェットコーデは定番な AW のコーディネートだと思うので、なんかヘイリーとかもね、結構オーバーなスウェットを着て、その上からコートとかジャケット羽織ってみたいな感じでよくコーディネート組んでると思うんですけど、まあ、そんな感じで本当にもうダボっと着たくって、でこれのね、またさらにいいところが、結構肉厚なんですよ。ヘビーな感じのスウェットになっていて、しっかりとしたスウェットで形もとても綺麗で、こちらを今回選びました。割と今回のその購入品の中でもこれ結構気に入ってます。フードもねしっかりと大きめに作ってあって、めっちゃ可愛い。これ裏肝なので使える期間は裏毛のものよりは少なくなるかなとは思うんですが、まあでもあったかいので冬にも活躍してくれそうかなと思います。こちらのお値段がなんと2990円です。はい、ということで次2つ目なんですけど、やっぱりね、フーディーときたらじゃじゃん、セットアップです。こちらもねまた可愛いんですよ。これもねさっきと同じ生地なので、すごい肉厚な感じでしっかりとしていて、私今回 M サイズにしました。ボトムあんまり大きすぎてもちょっとなって思ったので、今回 M サイズにしたんですが、結構あの上とのバランスもよく着れたので良かったです。とてもスウェットパンツでもね、いろんな形あると思うんですけど、これは割とワイドな感じのパンツになっているので、結構メンズ感が強いですかね。ヒップのあたりとか太もものあたりとかも結構太めに作られているので、とても余裕を持ってダボっと着ることができます。ウエストはねゴムも入ってるし、紐もついているので調節もできるので、なんかこうデカすぎてずり落ちちゃうみたいなことも大丈夫でした。本当にこのセットアップ気に入ってて、でその証拠に私今回これ2色買いしてるんですよ。もう1色ね今履いてるんですけど、このグレーのパンツでこんな感じでロゴがついてたりとかするんですけど、これは本当にプライベート用で買いました。2色買いしちゃうぐらい気に入ってるスウェットでございます。でこちらのお値段がですね、これもまたびっくりなんですけれども、なんと1990円でございます。もうどうしよう、今回2万円予算あるのに一体いくらでここで組めちゃうのっていう感じだと思うんですけど、こちらも本当におすすめなパンツになっております。では続いてラスト3つ目がじゃじゃーん、こちらでございます。ダウンベストをゲットいたしました。真っ赤なダウンベストですよ皆さん。ワインレッドに赤合わせちゃうのっていうね、
ちょっと攻めな感じではあるかなと思うんですけど、でもね、さっきのプリントに赤色が使われているので、なんかそんなに全然合わないじゃんみたいな感じではないです。大丈夫です。ブラックとかホワイトとかベナンなカラーでも可愛いかなとは思ったんですが、ちょっとこうベナンすぎてもと思ったので今回ちょっと赤にしちゃいました。でもこの赤もなんか原色すぎなくて深めな濃いめな感じの赤になっているので、割と着回しとかもしやすいんじゃないかなと思います。でですよ皆さん、こちらのベストのお値段がなんと2990円でございます。びっくり、本当に3000円ですよ。このベストが GU はね、こんな感じの3点になります。この3点合わせまして合計金額がなんと7970円です。冬コーデ組んだよね私。さすが GU さんだなっていう感じでございます。はい、ということでじゃあ早速ね、揃えたこちらのコーディネート着ていきたいと思います。はい、ということで GU のコーデこんな感じでございます。じゃん、今回もシューズは同じシューズを使おうと思うんですけど、今回の冬コーデはこちらの秋冬にとても大活躍しているアグのショートブーツを合わせてます。このコーデはすごく私気に入ってます。結構こういったセットアップをよく着たりするので、 GU で本当に可愛いセットアップを見つけてめちゃめちゃテンション上がりました。上下揃えても5000円とかだと思うので、これはマジでお買い得です。メンズサイズなのでちょっと大きめの作りにはなってるんですけど、高身長の方とかにもすごくおすすめなので見てみてください。海外ガールはやっぱりこういったスウェットをうまくコーディネートしてお出かけ着として着てる方が多い印象だったので、スウェットのセットアップでラフだけどでもこのまま外も普通に出かけられるようなコーディネートに仕上がったかなと思います。で今回その赤のねベストを合わせてるんですけど、このプリントに赤が入っているのでなんかそんなに違和感なくというか統一感もありつつな感じで、今回は赤色のダウンにしましたけど、このカラバリはねベージュもあるのでそっちでもめちゃくちゃ可愛かったです。ベージュの方がより使いやすいかなっていう風には思うんですけど、一癖つけたいとか周りと差つけたいなっていう方とかはこっちのカラーでも可愛いと思います。はい、ということで GU コーデこんな感じでした。ということで、では続きまして、じゃーん、こちら、ユニクロさんのコニヒーも紹介していきたいと思いまーす。ユニクロさんはですね、いつもいつも結構デニムを使ったコーディネートをよくやってると思うんですけれども、今回もね、そんな感じで、とても可愛いコーディネートが組めました。紹介していきます。じゃあ、まず一つ目が、じゃじゃん、こちらでございます。シャツをゲットいたしました。ユニクロのシャツは、前もなんかで使った気がする。やっぱりユニクロはそういうなんか、綺麗めなアイテムが多い気がするので、なんかそういうのをねうまく使って海外コーデ組んでいきたいと思うんですけれども、このシャツがですね若干アイボリーっぽい感じのシャツになっていまして、広すぎないシャツなのでなんかこう温かみが出たりとか肌に馴染みやすかったりとかするシャツになってます。で素材もちょっとふわっとした感じの素材で結構肌触りも良くて、こういうワイシャツとかって一歩間違えるとこうスーツっぽい印象が与えられちゃうと思うんですけど、このシャツは素材感的にも色合い的にもスーツっぽすぎないというかカジュアルに着こなせるかなっていう風に思います。こういったシャツは本当にオールシーズン使えますし、冬とかであればこの上からニット羽織ったりとかベスト羽織ったりとかっていう、こう重ね着にもすごく使えたりするので、本当にまあ1枚持っておいても損はないやつかなという気がします。で私今回 L サイズにしてるんですけど、やっぱりこうあんまりピタッとしすぎても違うかなっていう気がして、でも今回羽織っていう感じではなくてトップスとして着たかったので、あんまりオーバーすぎてもちょっと扱いづらいしなっていうので今回 L サイズにしました。ちなみにこれは透け感とかは気になりにくいかな、そこも良かったです。はい、こちらのお値段が2990円でございます。では続きまして2つ目がじゃじゃーん、こちらでございます。今回もやっぱりユニクロはデニムを使いたいなということで、こちらの形のデニムをチョイスしました。細身の感じのストレートなパンツなんですけど、ちょっと裾にかけて狭まるようなテーパードっぽい感じのパンツになってますね。ユニクロのパンツはね結構割と全部履き心地がいいんですけど、ちょっとストレッチ効いてたりとかして、でデニム自体もすごく柔らかいのでこちらもめちゃくちゃ履きやすかったです。私169なんですけどちょっと短めだったかな。もう少し本当はね丈感があってくれたらいいなとは思ったんですが、形が綺麗だったし靴下とかとね合わせたら可愛く履けるんじゃないかなと思います。色味もとても可愛いカラーでちょっと濃いめなカラーになっているので秋冬にぴったりだと思います。こちらのお値段が3990円でございます。ということで続きまして3つ目がじゃじゃーん、こちらでございます。
アウターは今回こちらの MA1 をゲットいたしました。ネイビーの MA1 になっております。 MA1 って言ってやっぱりカーキだったりとかブラックとかのイメージが強いと思うんですけど、ネイビーの MA1 も可愛くないですか。結構このチャックの部分とかもね、革のものが使われてたりとかして、いい意味でこうユニクロに見えないというか、こんなのもあるんだっていう風に思いました。こちらのお値段が5990円でございます。はい、ということでコーディネート的にはねもう完成してもいいんですけれども、もう一個ちょっと海外っぽいってなるアイテムがありまして、こちらがじゃじゃん、こちらでございます。ネクタイを今回ゲットしてみました。今回もユニクロ店舗行っていろいろ見てたんですけど、パッてこのネクタイが目に入って、あ、そういえば海外ガールって結構ネクタイを使ってるイメージあるなと思って、これ使ってコーディネート組んでみようと思って、実はこのネクタイに合わせて今回コーディネート組んでいったぐらいメインと言っても過言ではないアイテムになります。こちらのお値段が1990円でございます。はい、ということで今回のこちらのユニクロの合計金額が14,960円でございます。ということで、じゃあ早速ユニクロのコーディネートに着替えていきたいと思います。はい、ということでユニクロコーデこんな感じです。じゃん、どうですか。今回はちょっとメンズっぽいアイテムを多く使いまして、マニッシュな感じの海外スタイルを組んでみました。この MA1 とデニムはすごいカジュアルなアイテムなんですけど、中のシャツとネクタイがちょっとこうカッチリ感があってフォーマル感があると思うので、ここでミックスしてあげて海外風コーデ組んでみました。私的には結構気に入ってます。ユニクロってやっぱりシンプルなアイテムが多くて、なんて言うんだろうな、癖のあるコーデってあんまりしづらいかなっていう印象が私的にはあるんですけど、いい意味でユニクロらしくないコーディネートが組めたんじゃないかなと思っております。このネクタイがねすごいいい仕事をしてくれてるなって思うんですけど、これに MA1 を合わせるっていう、ちょっとこうアメリカのレトロなファッションみたいな感じのイメージでコーディネートを組めたかなと思います。このパンツも本当に履き心地が良くて、とってもストレッチが効いてて、デニムと思えないぐらい動きやすいので、全然これでウォーキングとかランニングとかもできそう。 MA1 も結構オーバーサイズなものを使っているので、こなれ感とかも出せたのではないでしょうか。どうでしょうか。ネクタイもいろんな柄あったんですけど、今回私はこのネイビーとボルドーが入ったものを選びました。やっぱり今髪の毛が赤系なので、それに合わせた感じでネクタイも選んでおります。はい、ということでユニクロコーデはこんな感じでございました。ということで続きましてラスト、じゃじゃん、こちらのザラで購入したものを紹介していこうと思います。まず一つ目がじゃじゃん、こちらのトップスでございます。最近ねザラでこういったシアのトップスだったりとかスカートとかワンピースとかすっごいたくさん出てて、ザラの推しのアイテムなのかなと思ってちょっと今回入れさせていただきました。冬コーデでシアってどないって思うかもしれないんですけど、ちゃんと後でね防寒できるものもありますのでご安心くださいっていう感じですが、色味が本当に私タイプで、私最近髪の毛染めて赤系なんですけど、この髪色とめちゃくちゃ相性が良くて、このカラーがブラック、赤、オレンジっぽい感じのカラーかな、のなんかこうニュアンスな感じのトップスになってるんですけど、すごいこれがビビッときまして、こちらのトップスを選びました。形も結構面白くて、サイドのところギャザーが寄ってるんですよ。これ1枚で着るとおへそも若干見えるようなぐらいの丈感のトップスになっております。これ中がね二重になってるんですよね。まあでもこれ全部透けているのでインナー着ないとダメなんですけど、ちょっとレイヤード風なチュールトップスになっております。プライベートでもたくさん着そう、このトップス。こちらのお値段が4990円でございます。では続いて2つ目がじゃーん、こちらでございます。よいしょ、こんな感じのデニムワンピを購入いたしました。このデニムワンピ見つけた時に可愛いこれと思って、もう即このワンピースはね着ようと思いましたね。ベアトップのワンピースなんですけど、このデニム素材のなんかベアトップとかこのワンピースとかもう結構ザラから今年出てて、なんか使いたいなと思ってたんですけど、このワンピースを見つけた時、これがちょうど私のドタイプだったのでゲットしました。丈感もね結構長めになってて、しっかりと丈感あったのでそこもとても良かったです。後ろにはこんな感じでスリットが入ったりとかして、着やすいし可愛いし、ここも結構お気に入りポイントですね。で裏はこんな感じで白ゴムがバーッと入っております。ちなみにこれはねチャックとかはついていなくて、ボタンも全部開けて着ていくっていう感じのワンピースです。
で、デニム自体に伸縮性はそんなにないかな。まあ、でもなんかめっちゃ硬いデニムってわけではなくて、多少の柔らかさはあるので、着心地もねそんなに悪くはないかな。デザインとかはね、やっぱりこうユニクロとか GU にはない感じのデザインだと思うので、ザラらしさが私はとても気に入っております。こちらのお値段が6990円でございます。では続いてラスト3つ目なんですけど、そう、今もうすでに1万円超えで、え、大丈夫シュナタンっていうアウター買えるのって感じだと思うんですけど、これがびっくり買えたんです。こちらがなんとじゃじゃーん、こちらでございます。しっかり冬ですよね。大丈夫だよねさっきねシアトップ買ってたと思うので、冬大丈夫かいって思ってたかもしれないんですけど、ダウンがやっぱり大丈夫ですよね、あったら安心じゃないですか。結構私的にはまあ大丈夫かなっていう感じで今回こちらを選びました。これがブラウンのダウンなんですけど、結構もうエナメルっぽいというかビニールっぽい感じのダウンで、割となんだろうな、しっかりしてるなっていう感じではもしかしたらまあないかもしれないんですけど、この値段先に言うと、これがね7990円なんですよ。そう、7990円なので、この値段だったらまあこんな感じかなっていう感じですかね。そうね、まあこの素材もあると思うんですけど、やっぱりちょっと、なんだろう、チャッチー感はもしかしたら感じられちゃうかもしれないんですが、まあ、でもこのエナメルな感じとか、めちゃめちゃショート丈な感じだったりとかっていうのは、やっぱザラらしいなっていう、ちょっと攻めな感じのダウンだと思うので、でもザラらしいなと思って今回はこちらにしました。やっぱりこういう短めな丈のダウンとかって、トップスとボトムで分かれてるものに合わせるってなると、どうしてもトップスがねアウターよりも長くなっちゃうっていうのがあると思うんですよ。こういう短めな丈のものを合わせるときは、一連になってるオールインワンとかワンピースとかと合わせた方が、微妙なところの丈感とかが気になりにくいかなと思うので、なので今回私はワンピースにしてます。はい、ということでザラの購入品は以上でございます。こちらザラの合計金額が19,970円です。危ない。そう、今回ね、まあ、2万円だったので大丈夫かなと思ったんですけど、なんとかコーディネートを組めました。はい、ということで早速ザラのコーディネート着ていきたいと思います。はい、ということでザラコーデこんな感じでございます。じゃん、やっぱりザラは癖のあるデザインのものが多かったりとかするので、まあ、3コーデの中では割と攻めな感じのコーディネートかなと思うんですけど、あんまりこのタイトなデニムのワンピースっていうのも日本のブランドではなかなか見ないんじゃないかなと思います。ザラはもともとね海外のブランドではあるので、結構コーディネートも組みやすかったです。やっぱり今回の主役はこのデニムのワンピースかなと思うんですが、これがねすごく可愛くて、形もめっちゃ綺麗で細く見せてくれるし、後ろには大胆にこうスリットも入ってたりとかするので、そこも結構トレンド感があって可愛いなと思いました。それにこのねめちゃめちゃショート丈なダウンを合わせることで、すごい足長効果があるんじゃないでしょうか。これにオーバーなジャケットとか合わせても可愛いと思うんですけど、あえて今回はちょっとショートなダウンをスタイルアップ効果を狙っていました。中にねこのインナーとしてシアトップ着てるんですけど、このシアトップも本当に使い勝手良さそう。ただインナーがねちょっとやっぱ透けて見えちゃうので、ここがあれですけど、とても色味も可愛くて、こんな感じで結構気に入ってます。このインナーもちろんこれ1枚で着ても可愛いと思うので、これからちょっとね寒い季節になるので、アウターとかでしっかりとこういうね防寒できるアウターを羽織ってあげて着ていこうかなと思います。はい、ということでザラのコーディネートはこんな感じでございました。はい、というわけで今回はこんな感じで毎シーズン恒例になってきています GU ユニクロザラで、今回は予算2万円で冬コーデを組んでいきました。どうでしたかね。結構私的には今回の冬コーデ全部可愛く組めたんじゃないかなと思っております。まあ、それぞれねやっぱりこうブランドの色があると思うので、全然違ったコーディネートになったと思うんですけど、みんなどれが好みだったんだろう。私は割と全部好みなんですけどまあ自分で組んでるのでそれはそうかもしれないんですけど、全部好みなコーディネートです。普段は結構ザラをね買うことが多いんですけど、この企画で GU とかユニクロを見ることが増えて、たまにすごいあこれ可愛いっていうものを発見できたりするので、この企画はまあ私もちょっと続けていきたいなって思ってます。これで4回目か、春夏秋冬とやってきて、全部 GU ユニクロザラでやってるんですけど、また来年はねなんか違ったブランドとかでやっても面白そうだなって思うので、なんかこのブランドおすすめだよとか、このブランドを使ってやってみてほしいみたいなのもあったら、ぜひリクエストお待ちしております。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。